全部いい方にそれがメンタルですね。そうね、いや中級やだな、はい、まさやるな、今日始まってますよ。さあ吉本勤めた2020でございます。まー、あ、ちゃんです。たっちゃんです。はじめちゃんです。よろしくお願いいたします。さあもうオリンピックやってきますよ。もう2020に時間がない。ないやばいようですぐね、うん、だから大事にしてほしいのメンタルトレーニングの重要性でございます、うん、ということで、スポーツメンタルトレーニングの第一人者岡山はじめ先生とね、もう日本代表するゴールキーパーでございますね、元のたっちゃんにご覧いただきます。ありがとうございます。いや今回はじゃあ先週はご覧になったね、はい、日本代表を目指してね、まあ、邁進中ということでございます。2020年にとてもスポーツ界全体のお話ができるのは、うん、はい、思っていますけれども、これ江本さんも見てスポーツ、日本のスポーツ界全体のことを目指してるのがいい方です。まあテレビとかでもそうですけど、若い選手、あ確かにすごい、なんか中、まあ、卓球の卓球はすごいですね、若い選手とか、まあ、サッカー界も、まあ、FC 東京の久保君、久保選手とかですけど、なんだっけな、久保君とかもいますし、本当まあ、日本代表でいた井出口選手とかも。若い選手がこう出てきてるんで、そういう意味ではすごく楽しい。そうね、はい、うん、だからそういう人たちはね、力をどんどん伸ばしてね、はい、あれ何なんですかね、こう何年周期でそういう波がこうバーッとくるっていう。例えば井本さんなんか高校世代と言われた、はい、あの世代でしょ、高原さん、小野さん、山、はい、本さんみたいな一緒。そうですね、はい、ワールドユース準優勝、はい、ワールドユース準優勝ですよ。そうやね、100点翼の世界ですよ。そうですね、それ以上 A マッチ、 A マッチってことですか、あれ A マッチじゃない、でもそれ以上の成績にないでしょ、国際大会に。まあないですね、まあ選手か、3回ね、はい、それなんか周期は、でもオリンピックがあるから今その世代が伸びてるっていうのはきっとあると思うでね、うん、それは指導体制とかね、全部含めてね、だから比較的こううまくね、うん、いってると思う。地元でやるということに関するモチベーション、そう予算も今そうですよ、やっぱり地元でやるとね、その優位だし、うん、いろんな面でね、うん、やっぱり力も入るんですよ。活躍も出るしね。ああそう、日本で活躍したらモテるって、あるでしょ、それ出せなくなってレスリングやつの時モテようと思って同期が一緒でメンタルがやられてますよね。そっか、芸人とかスポーツ選手そういうメンタルない。いや、あれでしょ先生、あるでしょ、やっぱそのモチベーションって、うん、もちろん、それはどんどん上げていかないとね、なんか好きな女の子の前をどこかに行ったら、ちょっと疲れない。あ、ありましたね、ありましたね。それはアロザレ入れるから、アロザレ入ると疲れなくなるんだよ。あ、そうでもトラックだから、行ったらこの辺はめっちゃ疲れない。そこ見てないから、二流のモチベーションの持ち方でしたね、これね。そうですね、だからここでも好きな子の前じゃなくて、ここでもモチベーション維持するのが一流なわけでしょ、うん、その辺が大きくしたいんですよね。それはもうこれから大きく向けて大事なテーマですよ、これ。そうですね、ね、見てなくても見てたいから、見てても見てなくても、ね、しっかりとパフォーマンスが出せるっていう、ね、なるほどなるほど。そういう若い人が増えていってるっていう、そうだからね、増えてって大変いいことなんだけど、やっぱりね、若い人でもその最終的にはメンタルでこうプレッシャーが来るとね、ダメになっちゃったりするから、高梨さんとかね、そう緊張したことをねって言ってました。そうよ、だからあんなにね強くてさ、もう絶対金メダルだって言われてたのがメダル取れたんでしょ。だからね、それはね、プレッシャー来るとやっぱりどうしてもね、体に力が入っちゃうでしょ。だから普通のパフォーマンスができない。だからそれをまずプレッシャーに対してどうするかを第一番目ね、はい、これはメンタルトレーニングの第一番目、はいはいはい、それからその次はその自分の潜在意識を利用して、ここにね目標をインプットする、頭の中にね、潜在意識、それでじゃないとね目標がね曖昧になるんですよ。だからねそれはねしっかりここに目標、そう、それにはこれを使ってね
深くリラックスした時にさっき言った体にちょっとアルファ波とかシータ波が出てるような状態の時に自分の目標をねしっかり自分に言い聞かせるわけ。分かる？うん、ちょっと分かります。分かる。分かるでしょ。だからこれ簡単なのよ、比較的。リラックス。あのね、リラックスを覚えるのね、1ヶ月のイメージ。はい。1ヶ月。それからその、これインプットするのに1ヶ月。2ヶ月あればね、一生懸命やれば、大体それできちゃう。深呼吸で、シータを出して。深呼吸っていうかね、腹式呼吸をね、ゆったりとした深呼吸を使って、深呼吸で、腹式呼吸を使って、自分の気持ちを、ここに下ろして、さっき言ったのね、うん。そう。それがリラックスの。もちろんいいプレーをするイメージがあるので、自分時代あったって言いましたけど、そのもっと遠い目標っていうのもずっと何かあったんですか？ありましたね。まあ逆に試合出てない時は試合に出るためとか、うん、はいはいはい、最初はあって、うん、でもあれですよね、結構こう川口選手が、はい、いましたね、日本代表でクレジンしてて前を進んで、でもそのね、ね、控えもあったわけじゃないですか、はい、そういう時のモチベーションの持ち方とかって難しかったですか？難しかったですけど、まあ、試合に出る、うん、でその後だったら例えば、自分 その年代別の代表に絶対選ばれるとか、はい、で一番直近だったらこのプレーをもっと上手くなるとか、なんかそう、ね、3つぐらいちゃんと長期、中期、短期みたいな目標を必ず持ってやってました。やっぱりだから、ね、パーフェクト、ほとんどパーフェクトにやってる。僕も目標を立てさせるときは長期というかね、最終目標、まあ、それからじゃあその3年後ぐらいの回り、まあ、3年後にはどうなってるか、データ受けるまあ1年今日受けるモデタイ今日受けるなんか認知出るモデルみたいな OK、 それでいいのよ、ね、それでいいのよ、それをインプットしなきゃダメよ、言ってるだけだ。あのさ、抜けちゃうんすよ、ここ穴開いてるんですよ。穴開いてないこっちから抜けちゃう。そう、抜けちゃうような目標だからってことよ。ちょっとみんなで喜べるような目標じゃないと。そうそうそう、ってことじゃない、ちょっとまあね、ほんと自分のためだから、そうですね、自分で、自分の目標だから、そっからなんか、その逆算というギャップをどんどん埋めていく。今の自分、うん、で、なるほど、短期目標、長期目標、しっかり長期目標っていう中のそのギャップをしっかりと見て、ね、毎日トレーニングしていく中で、じゃあ今日はこの練習でこういうプレーしようとか、そういうのをするって。だからすごい、これは超勉強、すごいよ。だからね、みんなもね、皆さんもそういう ね、選手が本当に大いなる理想があって、でもあるからここで今日やるべきことが見えてくる。そうですね、そう、ただね、練習してるってだけじゃダメ。なるほど、一生懸命やるからいいって言うんじゃないの。だから、ね、若い子はオリンピックっていうのもあるから、そう、もう今日に迎えるわけだもん、ね、第一選手が目指してる。そうですね、チャンス、うん、だから僕はなんかね、メンタルトレーニングやらせるとね、あんまりその追い込んで、はい、ハードにやりすぎて、はい、オーバーバックになったら絶対ダメだよ、はい、あるでしょ、それね。ありますね。だからこう、やっぱ気持ち乗んない時とか、やっぱある時はやんないです。あー、オッケーオッケー、いいか、なるほど。だけどやらしちゃうんだよね。特にチームプレーなんかっていうのはね、嫌なことになっちゃいけない、ね、嫌なことにもなっちゃいけないと思うんですけど、なんかその嫌になるとかじゃなくて、今日の自分の気持ちがこう乗り切らないとか、あとこうやっぱイメージがパッて出てこないっていうのもやっぱあるんですよ。なるほどなるほど。それもしかしたら疲れとか、あのね、バイオリズムっていうのが、ちょっとバイオリズムの話、来週、面白いでしょ、来週、来週、ちょっとお迎えした最後の回みたいなやつがあるもんね、本当はもっと聞きたいんですけど、バイオリズム、これもあるじゃん、来週から始めました。吉本スポーメンタル2020、まーちゃんでした、たっちゃんでした、はじめちゃんでした、また次回。